イーライ・ホイットニーはアメリカの発明家、ワタクリキ・フライスバンを発明した。日本ではエリ・ホイットニーと記述されることもある。特にワタクリキは産業革命の鍵となった発明の一つで南北戦争以前の南部の経済発展に大きく貢献した。その発明により高知の担保種の木綿が高収益な作物になり、アメリカの奴隷制度の経済的基盤を築いた。 しかし、ホイットニー本人は、綿栗機をめぐる特許侵害裁判の費用がかさみ、富を得ることはできなかった。その後は、軍用のマスケット銃の製造を政府から受け負うようになった。1825年に亡くなるまで武器製造と発明を続けた。1765年12月8日、マサチューセッツ州ウェストボローで、裕福な農場主、イーライ・ホイットニーシニアとその妻、 エリザベス・フェイの長男として生まれる。父と同じ名前をつけられたので、ジュニア付きで呼ばれたと思われるが、記録は残っておらず、生涯にわたって、イーライ・ホイットニーとして知られている。1820年に生まれた息子も、イーライと名付けられ、こちらは、イーライ・ホイットニー・ジュニアとして知られている。母、エリザベス・フェイは1777年、彼が11歳の時に亡くなった。 独立戦争中の14歳の時、父の作業場で釘を製造して収益を上げている。ママ母が大学に行くことを反対したため、農場で働いたり教師を務めたりしてお金を貯めた。イエール大学入学の準備として、レスターアカデミーに入り、その後コネチカット州ダーラムのエリッツァーグドリッチの貢献で1789年にイエール大学に入学し、 1792年に卒業。卒業後も法律を学びたかったが資金が足りず、サウスカロライナ州で家庭教師の職を得た。ウェストボローの自治体にホイットニーが出した公立学校設置の請願書。ホイットニーの直筆サウスカロライナに赴くはずだったが、気を変えてジョージア州に向かった。18世紀末のジョージアは立身出世を夢見た。 ニューイングランド人を引き付けていたサウスカロライナに向かう戦場で独立戦争の英雄ナサニエル・グリーンの未亡人遺降に出会う未亡人はホイットニーをジョージアのプランテーションマルベリー・グローブに招待したプランテーションの経営者でグリーン未亡人の婚約者フィニアス・ミラーもコネチカットからの移住者で イエール大学卒業生であり、後にホイットニーのビジネスパートナーとなった。ホイットニーは、ワタクリキを発明し、互換性部品の普及に努めたことで知られている。そしてこの二つがアメリカを二分する南北戦争の原因となった。南部では、ワタクリキが木綿生産に革命をもたらし、綿花の増産のために奴隷制度が蘇った。北部では、 互換性部品の採用が製造業に革命をもたらし、南北戦争での北軍の勝利に大いに貢献した。ハーパーズ・ウィークリー氏に掲載された、ファーストコットン人という1869年のイラスト。70年ほど昔の出来事を描いている。綿栗木ジョージア州のプランテーションで木綿栽培を見たことがきっかけで、綿花の種取り作業の工夫に熱中し始める。 それまでの種取り作業は大変な重労働だった。1793年にわたくり機を発明する。英語でコットンジンと名付けた。ジンはエンジンを意味する。このわたくり機はフックのついた木製のドラムを回転させ、金網越しに木綿の繊維だけをドラムが巻き取る方式で、種は金網を通らない。ホイットニーは猫が 金網越しに鶏にちょっかいを出して数枚の羽しか得られない様子を見て、この仕組みを思いついたとしていた。一台の綿栗機は、1日に 25kg の木綿から種を除くことができる。これにより、作業能率が従来の50倍も向上することになり、綿花の産地である南部の経済発展に寄与した。一部の歴史家は、この発明こそが南部でのアフリカ人を奴隷として使う。 制度が定着することを可能にしたと考えている。1794年3月、綿栗機の特許を取得。ホイットニーとミラーは、綿栗機を売って、儲けようとは思っていなかった。むしろ、製粉所や製材所のように綿栗所を開き、周辺の農家の綿栗を請け負って、木綿の販売価格の5分の2を徴収するという、商売を考えていた。しかしそのような法外な、 手数料は恨みを買い、気候が単純だったこともあって、必然的に模倣品を作るものが現れた。慌ててホイットニーとミラーも綿栗機の製造販売を開始したが、需要を満たすほどは製造できず、他の製造業者が売り上げを伸ばした。特許侵害でそれら業者を訴えたが、裁判費用がかさんだため、彼らの綿栗機生産事業は利益を上げられず、1797年には、 廃業に追い込まれた。見過ごされがちだが、ホイットニーの最初の設計には欠点があった。この欠点の解決策を示したのは、ミラーの妻となったナサニーエルグリーンの未亡人だが、ホイットニーは彼女の貢献を公式には認めていない。綿栗力はホイットニーに富をもたらさなかったが、発明家としての名声をもたらした。一部の歴史家は、ホイットニーの綿栗力が、 南北戦争の遠因になったという点で重要だとしている。綿栗歴が発明される以前、奴隷制度は衰退の傾向にあり、多くの奴隷所有者が奴隷を解放し始めていた。ホイットニーの発明後、南部の奴隷を使ったプランテーションは息を吹き返し、南北戦争の頃には最高潮に達していた。また綿栗歴は、南部の農業と経済に変革をもたらした。木綿は、 ヨーロッパやニューイングランドで急成長する綿織物産業という市場を見出した。アメリカの木綿輸出量は綿栗機の発明以後に急激に伸びており、1793年には約230トンだったものが1810年には4万2000トンになっている。木綿は農産物としては珍しく長期保存が可能で、船で長距離を運んでも問題ない。 そのためアメリカの主要輸出品となり、1820年から1860年までアメリカの輸出の半分以上を占めていた。逆説的だが、綿栗機は人力で動かすため、アメリカでの奴隷制度維持に一役買うことになった。1790年代まで南部の奴隷の主な仕事は、米、タバコ、インディゴなどの栽培で、いずれも収益率は低い。木綿も、 種の除去に手間がかかるため同様だった。しかし、綿栗器の登場で奴隷を使った木綿栽培は高収益になり、南部の富の源泉となった。木綿栽培は大きな経済力を生み、奴隷制度が南部社会の基盤として定着することになった。イーライ・ホイットニーの武器製造業者としての初の契約書、財務長官オリバー・ウォルコットの署名がある。ホイットニーは、 マスケット銃の製造に互換性部品を長年追求していたが、互換性部品のアイデアの発明者ではない。ホイットニー以前から互換性部品のアイデアはあり、ホイットニーは単にそれを推進し普及させただけである。部品の互換性を確保しようとする試みは、ポエニ戦争の時代にまで遡ることができ、船などの考古学的遺物や当時の記録でそれが判明している。 近代においては、数十年かけて、複数の人々がその考え方を発展させてきた。初期の人物としては、18世紀フランスの、方兵士官ジャンバティスト・バケット・ド・グリボーバルが、大砲の部品製造の企画化を行ったが、これはまだ真の互換性部品と言えるレベルではなかった。これに触発されて、さらにアイデアを進化させたのが、オノレ・ブラン・ヤルイド・トザールである。 ニューイングランドでもホイットニー以前にジョン・エイチ・ホールやシメオン・ロースが部品の互換性確保に成功している。ホイットニーの工場で互換性確保に成功したのは彼の死後、1825年のことである。1790年代後半、ホイットニーは渡履機の訴訟で債務を抱え破産寸前だった。1798年、 マスケット銃生産の契約を受け負ったのも金のためだった。ニューヘイブンの渡国機工場が全焼し、さらに借金を抱えることになった。その頃、フランス革命により、フランスとイギリスとアメリカの関係はきな臭くなっていた。アメリカ新政府は戦争の準備が必要と認識し、再軍備を開始。陸軍省は1万兆のマスケット銃の生産を委託することにした。 ホイットニーはそれまで銃を作ったことがなかったが、1798年1月、1万から1万5000丁のマスケット銃を1800年に納入する契約を獲得した。この時点では互換性部品には言及してない。10ヶ月後、財務長官、オリバー・ウォルコットが、オノレブランの報告書と思われる海外の兵器、製造技術に関する小冊子をホイットニーに送っており、 ホイットニーが互換製部品について語り始めるのは、その後のことである。1798年5月、アメリカ議会は、フランスとの戦争勃発に備え、消火器と大砲の代金として80万ドルの予算を、議決した。さらに精密な武器を製造できるものには、まず5000ドルを与え、それが尽きたらさらに5000ドルを与えるとした。借金を抱えていたホイットニーは、 この契約を受け負った。契約は1年間だったが、彼は様々な理由をつけて1809年まで銃を納入しなかった。近年の研究により、ホイットニーが1801年から1806年までサウスカロライナに赴いて、綿栗機で利益を上げようとしていたことが判明している。ホイットニーは部品ごとに専門化された単能工作機械を作るとともに、 フランスのオノレブランが考案した限界ゲージを実用化し、交差が均一な製品を作れるように、加工の標準化を図った。これにより、互換性部品の大量生産を可能にした。当時の生産体系は、加工技術者の腕に頼る、一品一様の言語を作業によるもので、部品の互換性はほとんどない状態だった。年、ホイットニーは軍関係者の前で、 完成した複数の銃をばらし、その中から任意に取り出した部品により、再び銃を組み上げるデモンストレーションを行い、驚かせた。しかし歴史家、メリット・ロイ・スミスによれば、このデモンストレーションは、軍と契約した銃の納期が、大幅に遅れていることに対して、好印象を与えようとしたもので、政府が騙されたのだという。それによりホイットニーはより多くの時間と資金を得る、ことに成功したが、 互換性部品の開発には直結しなかった。政府はホイットニーの生産したマスケット銃の価格が政府の工場よりも高いことを問題にしたが、ホイットニーは保険や工作機械といった固定費用を含めた原価計算結果を示してみせた。従って原価計算や効率性といった概念の確立に貢献したとも言える。 工作機械師の専門家ヨゼフ・ W. ロイによれば、ホイットニーは1818 18年頃重機生産のために横フライス板を発明した。その後の工作機械師の研究により、1814年から1818 18年にかけて複数の発明家がほぼ同時にフライス板を発明したという見方がなされており、 ホイットニーよりも他者のもたらした技術革新の方が重要と見られている。ヨゼフ・ w ロイが重視したフライス版が作られたのは1825年以降のことであり、ホイットニーの死後のことである。したがって誰か一人をフライス版の発明者とすることはできない。イーライ・ホイットニーが描かれたアメリカの一線と切ってホイットニーは社会的、 政治的なコネクションの重要性を強く意識していた。武器製造業を始めるにあたっても、イエール大学同創生のコネクションを最大限活用しており、例えばアメリカ合衆国財務長官、オリバー・ウォルコットやコネチカット州、ニューヘイブンの政治家、ジェームズ・ヒルハウスのコネを活用した。1817年に結婚したヘンリエッタ・エドワーズは著名な伝道師、 ジョナサン・エドワーズの孫で、イエール大学学長ティモシー、ドワイトのいとこで、民主党のコネチカット州支部代表でもある、ピアポント・エドワーズの娘であり、これによって、コネチカットの上流階級とさらに密接な関係を築いた。政府との契約に依存した事業を行う上で、そういったコネクションは必須だった。1825年1月8日、コネチカット州、ニューヘイブンにて、 前立腺がで死去。59歳の誕生日の1ヶ月後のことである。未亡人と4人の子が残された。発病してから体の痛みを和らげる器具をいくつか発明し、制作している。それらの器具は実際に効果があり、文書は図面と共に残っているが、それら下凡な器具類を製造する者はいなかった。ホイットニーが23歳でイエール大学に入学したことにちなみ、 イエール大学は、通常の年齢以上で入学したい学生を受け入れる、エリー・ホイットニースチューデンツプログラムを実施している。ありがとうございます。